高ナクイは南アメリカのアンデス地方、特にペリューのクスコ州にある小さな町、サントトマスで毎年12月25日のクリスマスに行われる、記載にして喧嘩祭りである。この祭りは、少年から成人に至る男子が1年に1度クリスマスの日に町の闘牛場に集まり、1対1で格闘するというものである。男たちは様々な色や型の覆面をして、 闘牛場に向かい、戦う相手を指名する。指名する、される二人は、実際にトラブルを抱えていることが多く、一年に一度正々堂々と、喧嘩をすることで決着をつけようという趣旨である。戦いの準備が整うと、男たちは、覆面を取り、格闘が開始される。殴る、蹴るの二つのみが許されており、どちらか、先に倒れたら、負け。 数分経っても決着がつかない場合は、審判たちが割って入り、引き分けとなる。こうした取り組みが何組も行われる。喧嘩祭を機に、お互いのトラブルに決着がついたり、和解したりと、お互いの人間関係が改善するのも、この祭りの大きな意義である。この祭りは、かつて先住民が、 この地を支配したスペイン人に対して武力で抵抗し民族の誇りを守ったことを記念する祭りが原型となっている。テレビ番組地球に好奇心 NHK ありがとうございます。